今、衆院予算委員会でしきりに議論されてます、いわゆる税収増に伴う還元策なんですけれども、まあ、一人4万円の所得税減税、また低所得者の非課税世帯へ7万円の給付、まあ、これ不公平ではないかと言われたりしていますけれども、この辺は、この議論については高橋先生、どのように思われますか。うんうん、まあ、不公平かどうかっていうのは、あのー、 まあ4万円と7万円を加えたら不公平に見えるかもしれないけれど減税の方一1人4万円でしょそ,でそれであと非課税世帯について7万円だから例えば3人,3人4人もあの家族いればこれでもう全然数字は違うからね、うん、その意味ではあれだよねあの4万円と7万円を比べちゃダメだから多分2人で考えるとまあ8万円それだと,と 3, 3人だと12万円。 それと7万円比べるべきなんでね。そんなすごい低えじゃないと思うけど、でも、まあ、あれで、なぜじゃあ4万円と7万円なのかっていうのと、あとあれだよね、これ実施するのが来年の6月っていう、そこの問題ですよね。そうですねだから、うん、来年の6月早くてね。うん、それはあれだよね、あの、ね、最初の方の4万円、7万円の話、こういうのっていうのは手順っていうのとき規模って両方分けて話するんだけどね。えーと <laughs> 中身の規模の話っていうとね、なぜ4万円、7万円かっていうと、これ全部足し算すると、だいたい5、6兆円なんですよね。で、5、6兆円っていうのは、えー、っと、過去2年度分の税収の上振れの数字なんですよね。でもそれはね、過去2年度分って言ったらみんなへえと思うかもしれないけど、でも要求を考えているのは今年度分っていうのもあるんだよね。今年度も上振れするんですよ。だから本当は今年度分を含めて、すべて返す。 っていうのが本当。それだと今年度分で、今言ったのは、あの、まあ、税収の上振れなんだけど、他に特別会計の上振れもあるから、そういうの全部込み込みで、本当にどのくらい儲かったかっていうのを全部出してみてから、あの、返すっていうのは普通ですよね。で、その、今年度分っていうのはね、あの、実はもう8兆円か9兆円あるんですよ。 それでね、そうすると全部足し算すると15兆円ぐらいでしょ税収だけで。はい、それであと他の特別会見まで含めると特別会見30兆円ぐらいあるからね。本当は50兆円ぐらいを返すっていうふうな議論しないとダメですよね。だからこれみんなあのそういう議論しないで全体で50兆円ぐらい政府が設けてるって全然知らないで議論してるから。だから変な話になるわけ。で、あの50兆円ぐらいだっていう話になったらね、それ全部使っちゃうとすごくインフレになっちゃうからダメなんだけど、15兆円ぐらいまで大丈夫なんですよね。はい、そうすると50 15兆円を3つに分けて15、15、15って3連発ですってよって言われてこれであの言われたらだいぶ気分違うでしょ、うん、あの15兆円、15兆円、15兆円だっていうことだと減税で言うとですねあの10万円以上です一人10万円以上でそしたらだいぶ感じが違うでしょ、うん、あの受ける印象もそれでお,おまけにあと一発じゃなくて二発目三発目ありますよって言ったらだいぶ感じが違うでしょ。うん あと手順からの、手順の話だけど、内容、今内容の話したんだけど、手順の話で、あの、言うとね、えっと、 これは、いつ税制改正法案を国会に出すかっていうのに関係してるんですよ。そ、はい、れで、この来年の6月ってのはどういうのかっていうと、はい、来年度の税制改正法案で出すっていうことだから、来年の1月に国会に出して、3月までに通して、それで実施が6月か7月で、そういう意味なんですよね。はい、で、今臨時国会開いてるんだからね。はい、本当は、今の臨時国会に出せばいいんです。今の臨時国会に出すと、実はどうなるかっていうと、12月の年末調整でできる。 でそれでさっきのき規模の話を組み合わせるとどう,ですどうかっていうと、私があの案を作るんだったら、今年の年末に 10, 10万円まずいきますと、それで足んなかったら、その次の年にまた10万円いきます、もうもう足んなかったら、もう一回10万円いきますと、そういう案になるわけ。で、岸田さんの方は、来年の6月に4万円です、一回こっきり。どっちがいい 全然感じ違うでしょだから批判するんだってこういう批判だと思いますよ。うん、このね、4万円、7万円でね、不公平なんで言ってるなんてせこい話ですね。批判がせこい。そもそも、ちょっとわかんないですけど、減税と給付の合わせ技っていうのはややこしくないんですか,そのかでも私言ったんだったら、 10万円分だとどっちでも一緒じゃないその,そ,のその質問その質問り聞いて結構せっこい質問だよね。あ<ー>じゃない私は10万円を3発やるって言ってんだからどっちでも一緒だろどっちがいい ?3 発の方ですね。だ<ろ>どう <laughs> だからこのね、このね、4万円ってせっこい話だから減税なんとかってね、ものすごくせっこいね、マスコミがこういう質問をするんだよ。全然わかって私見たくさ、10万円3発いきますって言ったらさ、どっちでもいいっていうふうに決まってんだよ。 10万円発最初それで12月来ますどっちがいいなるほどよくわかりますいわゆる主要産税収消費税所得税法人税、まあ、その中でも過去最高だったのが消費税ということをニュースを見たんですけれどもいわゆるこれが今やってる税収増に伴う還元策につながってるのかなと思うんですけど、まあ、それであればしろすごく素人目なんですけど単純にあ過去最高だった消費税の税率を下げる っってていいうう還元策っていうのはおかししいいんですかか、ね、お,おしくなのさっきもちょっと言ったけど<に>全体で50兆円ぐらいあるからねそれをねどのように使うかっていうことの議論だけどまあ減税で使うんだったらあの所得税消費税っていうので使うっていうのはああのまあ筋だよね、うん、それでまあ,あのどっちで使ってもねお金がくふから別に文句はないんだけどなければね <laughs> どっちでも構わないけどだからこれはあの言ってみるとどんなんで使ってもかわない。 構わないいってそれよりか、うん、数字たくさん数字って大きい大きい金額でくれって言って方がいいまともじゃないの、うん、だから多分15兆円を消費税で全部使うっていう形になったらまあほとんど消費税は税率ゼロになるよね、うん、<laughs> これはこれ気持ちいいよねでも10万円もらうのも気持ちいいよね、うん、まあどっちが気持ちいいかっていうのに依存するけどね言うけどね私は別にそんなあの金額大きければどっちでも構わないって立場です。うん どう,、まあ、どうなんか消費税かなんかでこだわるのとちっちゃい金額でこだわるのと大きい金額でどっちでもいいよってその方がい差別さるんじゃないのそうですね。そうですね。それで10万円3回っていうののの話もすごく分かりやすくて。そう、うん、そしたら別にさ10万円3回もらうなんていう話になったらさまあどうでもいいかとなるんじゃないの、うん それでも消費税でもいいよ。どっちでもいいですよ。私は <laughs>。私はもう、所詮ね、あの、ちゃんとした数字でね、大きい数字の方が好きです。そうですね。わかりやすく税の形で還元するっていう意味では、まあ、それ先生おっしゃったようなことは、すごくわかりやすくっていうので、ヒットしてるかなと思います。うん、確かに。うん、はい。だ、うん、かいもどっちでも構わないけどね。<laughs> 私はね、あの、あの、なんか、だから、返してもらえばいいと。大きい、金額大きい方のが好きです。<laughs> そうです、ね。 ありがとうございます。はい